平成9年台風第9号は、1997年7月に四国東部に上陸し、四国から関東までの太平洋沿岸に被害を与えた台風である。進路図7月20日にフィリピンの東海上で発生した台風9号は、日本の南海上を発達しながら北上して、22日午後9時頃に米海軍解析でカテゴリー5に達した。 台風は26日17時過ぎに中心気圧970ヘクトパスカルという強い勢力で徳島県阿南市付近に上陸。その後ハリーマナダを通過し、26日21時前に岡山県備前市付近に再上陸して中国地方を横断した。27日に山陰沖に進んで停滞し、28日6時に同海域で熱帯低気圧となった。 この熱帯低気圧は28日夜から29日朝にかけ北陸地方西部から東海地方に南下するという複雑な動きをし31日に紀伊半島の南海上で消滅したこの台風と熱帯低気圧により東海地方や近畿地方四国中国地方などで大雨となった特にキー島では日を中心に豪雨に見舞われ 期間降水量は奈良県上北山村肘岳で958ミ、mm、リメートルを記録したほか山沿いを中心に600から800ミリメートルに達した。日降水量は肘岳で734ミ、mm、リメートル、三重県宮川村では612ミ、mm、リメートルになった。また広島県や島根県の一部でも期間降水量が500ミリメートルを超え、 関東北部でも100ミリメートル以上の雨が降った。26日には、四国地方から東海地方にかけて、秒速20メートル前後の風が吹き、三重県津市で最大風速秒速26.6メートル、高知県室戸市室戸岬で最大風速秒速37.5メートル、神戸市で最大瞬間風速秒速38.2メートル、 大阪市で最大瞬間風速秒速33.9メートルを記録した。また同日、高知県先浜で8.73メートルの遊戯波高を観測し、1977年の観測開始以降で第1位の記録となった。さらに台風が日本海へ抜けたため、フェーン現象が発生し、北陸地方などの日本海側では猛暑となった。ありがとうございます。